どうもこんにちは、まみよしです。元気になりました。で、今回の動画なんですけども、こちら、Apple Watch の選び方の動画になります。この Apple Watch ね、結構購入検討してる方多いと思うんですけども、今 Apple Watch シリーズ3、SE、シリーズ7の3種類あって、で、シリーズ7に関しては、アルミニウム、ステンレス、チタニウムの3種類あります。で、それぞれの Apple Watch に小さいサイズと大きいサイズがあるので、合計10種類かな ?10 種類のバリエーションがあります。今回はね、僕的におすすめの機種と、あとね、ちょっとこの前倒れたんですけども、その時にね、Apple Watch がめちゃめちゃ役に立ったので、その機能とかを紹介していきたいと思います。やっていきましょう。はい、まずはどの種類にするのかっていうのを決めていきましょう。こんな感じでね、シリーズ3、SE、シリーズ7っていう感じであるんですけれども、価格っていうの全然違います。シリーズ3に関しては結構前のモデルで 22,800 円。で、SE に関しては、まあ、廉価モデルということで、ちょっと安くて 32,800 円。シリーズ7が 48,800 円になります。シリーズ7に関しては、シリーズ3の、まあ、約2倍。2台買える値段になってますね。で、この中でね、個人的にどれがおすすめかっていう話なんですけども、このシリーズ7おすすめしたいですね。なんでこのシリーズ7おすすめするかっていうと、まあ、さっき話した通りね、僕、今月の初めか10月1日ぐらいにね、ちょっとめっちゃ体調悪くなって救急車呼んだんですけども、その救急車を呼ぶきっかけになったのが、この Apple Watch なんですよね。多分 Apple Watch なかったらね、救急車呼ぶの遅れて、もっとね、ひどい状態になってたんじゃないかなと思います。で、そんな時にね、役に立った機能なんですけども、それちょっと見ていきましょうか。まず役に立った機能一つ目がこちら、心電図アプリですね。Apple Watch っていうのは心電図アプリがあって、ちょっとめちゃめちゃ見せづらいんですけども、こんな感じでね、デジタルクラブに指を当てて心電図っていうのを測ることができます。体調が悪くて救急車呼ぼうか迷ってる時に、こういったね、心電図を測ることによって、救急車すぐに呼ぼうとか、心電図は普通だからちょっと他のやつを見ようとか、そういった感じで体の状態っていうのを把握することができます。で、今回に関しては僕はね、心電図は普通だったので、こちらの心電図じゃない方法を使いました。はい、続いて2つ目がこちら、血中酸素ウェルネスアプリですね。こちらもアプリがありまして、開始を押して、手をね、15秒間、机の上とかに置いて安静にします。今測ったらね、100% だったんですけども、これがね、100% いってると、過呼吸とかの恐れがあるらしいです。まあ、今はね、全然大丈夫だったんですけども、体調が悪い時とかに 100% とかになってると、まあ、過呼吸の恐れがあるので、こう、息をね、吐くのを優先したりして、過呼吸の状態を防ぐっていうこともできます。まあ、この Apple Watch は、あくまで、この、まあ、大体なので、そういう恐れがあるみたいな感じで見ててください。まあ、この血中酸素濃度がね、その時結構役に立ちました。はい、続いて3つ目、最後が心拍数ですね。まあ、心拍数測るのはこれどの機種でもできるんですけども、この心拍数がね、一番大事かなと思います。今安静な状態で測って85でした。これがね、僕倒れた時140あって、その心拍数がなんかめちゃめちゃ高かったんですよね。なので、あ、普通と違うとか、ちょっとこれおかしいっていう状態で、まあ、救急車呼べた感じになります。で、この心拍センサーに関しては全部のモデルついてるんですけども、シリーズ7に関しては第3世代のね、光学式の心拍センサーになってるので、まあ、精度もね、良くなったりしてます。今回、まあ、症状としては軽かったからいいんですけども、本当に重症な人とかだと、こういったね、心拍数センサーとかの精度とかもかなり大事になってくると思うので、健康を買うって意味で全然シリーズ7にするのはありなんじゃないかなと思います。差額2万円くらいだし、こういったね、健康目線でシリーズ7を買うのがいいんじゃないかなと思います。で、まだあって、SE とね、シリーズ7に関しては、転倒検出っていうのがついてます。突然倒れたりしたら、こんな感じでね、緊急 SOS できるようになるとか、いう機能がついてますので、まあ、そういうことを考えると、シリーズ7。もしくは、まあちょっとね、値段を抑えて SE にした方がいいんじゃないかなと思います。シリーズ3に関しては、4、5、6、7。だから4年前になるので、まあアップデートとかもね、そのうち止まっちゃうと思うので、まあ安定でシリーズ7買うのがいいんじゃないかなと思います。僕もね、今回倒れるまで、血中酸素濃度とか、心電図とか、使わないだろうと思ってたんですけども、まあ今回役に立ったので、持っててよかったなっていう感じがあります。で、他には、シリーズ7は常時点灯のレティナディスプレイ。まあ、時計をね、自分の方に向けなくても時間が見えるってやつですね。これ割と便利です。はい、ということでね、種類に関してはシリーズ7がおすすめっていう話でした。まあもちろんね、コストダウンでそういった健康系とかいらないよ。通知だけ見れたり、スイカだけ使えればいいよっていう人はシリーズ3でもいいと思うし、アプリとかも結構使うよっていう人は SE 選んでもいいかと思います。まあおすすめ順で言ったら、シリーズ7、SE、3ですね。高い順になります。
続いてはケースの素材ですね。ケースの素材に関してはアルミニウムとステンレススチール、そしてチタニウムの3種類あるんですけども、チタニウムはね、まあ高級機種っていう感じですね。チタニウムに関しては高いのでちょっとね今回は除外します。多分迷うのはね、だいたいアルミニウムかステンレススチールのどっちかかと思います。このアルミとステンレスの違いなんですけども、まずね見た目が違いますね。まずこれがアルミニウム、側面が iPhone13 みたいなマットな仕上げになってます。それがアルミですね。ステンレスはというと iPhone Pro シリーズの側面、表面加工になってるのがステンレスになってます。でこれね見た目で選んでもいいんですけども、僕はねこっちの見た目よりも重さで選んでほしいんですよね。重さ比較するとこんな感じになります。小さめの方で比較するとアルミニウムモデルが 32g で、ステンレスモデルが 42.3g ということで 10g 差あるんですよね。 45mm でかい方のモデルだと 13g 差あります。この 13g とか 10g っていうの結構ね腕に乗せると全然違って、まあ、1円玉ね10枚ちょっと乗せてみてください。そんぐらいね重さに違いがあるので、結構ねステンレスだとつけてるの疲れちゃうっていう方も多いと思います。特に痩せてる人とかで、僕もねその一人でステンレスだと結構ねうわ重いなって思うんですけども、アルミだったらねまあ我慢できるなぐらいなので僕はアルミを選んでます。ここはね正直体感してほしいので、実際にね家電量販店とかで付け比べしてみるといいと思います。なので僕はアルミニウムを選んでますと。高級感を選ぶならステンレス、軽さを求めるならアルミニウムっていう感じでいいと思います。であとは値段ですね。値段も全然違ってアルミが 48,800 円で、ステンレスが 82,800 円。めっちゃ違うじゃんという感じでね、価格差もかなりあるので、まあ値段で選んでもいいと思います。まあ僕はアルミがおすすめです。で、肝心なね、大きさ比較するの忘れてたんですけども、でかい方を買えばいいのか、小さい方を買えばいいのかっていう話なんですけども、まあ女性だったら腕の細さ的に、まあ小さい方でいいと思います。男性だったらね、どっちか迷うと思うんですけども、個人的にはね、小さい方でいいんじゃないかなと思います。これね、画面が大きくても、正直ね、できることとかそんな変わんないし、通知の見やすさとかもそこまで変わんないと思うので、小さいやつでいいと思います。安いし。僕もね、今回 41mm の方買ったんですけども、でかい方を買うかちょっと迷った点があって、それはね、カメラリモート機能なんですよね。Apple Watch ね、こんな感じでカメラリモートをする機能があるんですけども、こうやってね、外で動画撮るときに、こっちでね、でかい画面でモニターできたらいいかなと思ったんですけども、まあ大体見れてればねいいかなということで今回 41mm 買ってみました。この機能をめちゃめちゃ使う人とかは、まあ、45mm でかい方を買ってもいいのかなとは思います。まあおすすめは小さい方のモデルですね。で次ね、 Wi-Fi モデルかセルラーモデルかっていう話なんですけども、これはね大体の人は Wi-Fi でいいと思います。 Wi-Fi の方が安いし、 iPhone と連携してれば普通にね通知とかも来るのでそれで OK。 セルラーモデルを選ぶ人に関しては、 Apple Watch 単体で通信した人、例えばランニング行くときに iPhone は置いていきたいとか、そういった人はセルラーモデルの Apple Watch がおすすめです。ただねセルラーモデルの Apple Watch に関しては格安 SIM とか使えなかったりするので、3大キャリア以外はね使えないと思ってもらっていいと思います。僕のおすすめは Wi-Fi モデル。続いてね最後色ですね。色はどれがおすすめかっていう話したいと思います。この色選びもね結構難しくて、僕ね去年こちらの新色のねブルーを選んだんですけれども、正直ね後悔してます。今回のカラーバリエーション、アルミニウムモデルはグリーン、ブルー、プロダクトレッド、スターライト、ミッドナイトの5種類なんですけれども、個人的おすすめは、このスターライトもしくはミッドナイトになります。なんでかっていうとね、こういう赤とかブルーとかあとグリーンとかね、こういった奇抜な色っていうのは絶対90% ぐらい飽きます。僕もね実際この Apple Watch どんぐらいで飽きたかな、まあ 2,3 ヶ月で飽きましたね。青シルバーに変えたいなって思ってたんですけども、今回シリーズ7が出てやっと変えられるみたいな感じです。皆さんいろんな服装とかすると思うんですけども、例えば服青系でアクセントで合わせてるのに、そこにね1個だけ赤が入ってたらちょっと変な感じになりますよね。青赤白黒みたいな感じになったらちょっとね色が多すぎて変になるんですけども、その時にねスターライトとかミッドナイトだったら、まあどんな服装にでも合わせられるので、個人的にはねこの2つの色がおすすめです。僕はね今回スターライトにしました。まあ、なんでかっていうと、まあ、肌の色とも近いし、 iPhone とかもねシルバー系で揃えてるので、まあ、スターライトにしました。ということでいかがでしたでしょうか。今回ね健康目線が多かったと思うんですけども、本当にね一回倒れたり一回病気してみないと健康の大事さっていうのが分かんないので、まあ一
回倒れてくださいっていうのは言えないんですけども、健康はね本当に大事なので、そういった健康維持のためにアップルウォッチ買うのもいいし、あとは食生活とか部屋の空気を頻繁に入れ替えるとか、そういったことをね意識して生活してみてください。僕もねこれからそういったことをねサブチャンネルで健康維持の方法とかね動画化していきたいと思ってますので、ぜひねサブチャンネルも登録お願いします。このチャンネルはね、Apple 製品のレビューとかやってますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。以上 Apple Watch の選び方解説でした。バイ。